疲れ様です、鈴木です。ちょっと裏返っちゃった。とうとう夏土曜が終わりまして、立秋でございます。立秋から、私たちは旅行に、行ってまいります。ちょっとね、いつも行ってる糸魚川のね、ゆとり館っていう素敵な宿で、明日か明後日の投稿からは、ゆとり館からお送りしますんで、お楽しみにっていう。ところなんですけど、まあ、立秋のね投稿しとこうと思ってちょっと先に撮ってるんですけど、今日が立秋でとうとう秋ですよ。でもまあめちゃくちゃ暑いですけどね。でもやっぱり今日までがなんとなく上り調子っていうか、そのもうめちゃくちゃ暑いっていうところなんですけど、やっぱり、ここからお盆ぐらいでピークアウトしていくと思います。この前後1週間でこの今山で、あとはやっぱりなんとなく残りの夏になっていくっていうところで、秋を感じますよ。やっぱり植物の感じとかいろんなところにちょっと見えないけど、すっごく生い茂った葉っぱの奥に秋を感じるっていうか、それが立秋からやっぱり起き始めますよね。だからそんなことをね、気にしたらね、いいと思いますし、なんか七夕だったんですよね。8月の7日っていうのはね、旧暦でいうところの七夕なんですけど、そう思うとなんかそこもすごい区切り感あるじゃないですか。だから、これからね、いろんなものが変わっていく。だからその夏土曜っていう、一番みんなが体調を崩す、みんなが風邪ひいちゃう、お腹の風邪ひいちゃう、あと今年はコロナもね、すごいみんな、僕の周りでもかかってましたけど、そういう風に体調不良になっちゃう時期は確かに終わったんですけど、やっぱりここで季節のね変わり目なんで、大きくねパワーがその外に放出するパワーからね、内にこもる方の秋冬のねパワーに切り替わっていきますから、ちょっとね気をつけてっていうか、パーッとね夏休みで遊びたいところなんだけど、その遊びの中にもねパワーを使い切るとこの後持たなくなりますから、うまくね休みめちゃくちゃ暑いしね、もともとそういうことでね、ちょっとね寂しくなると余計なんかこうパーッと遊びたくなっちゃうじゃないですか。なんか夏もあとちょっとしかないからもっと遊ばなきゃみたいな。でもそのはしゃぐとね、もうちょっと疲れちゃうからもうその時期終わったんで、それはもう7月から、8月のまでに向けてやるべきだったんですよ。こっからはもう秋に向けてね、残りねやり残したことをやりながら、夏休みの宿題やったり仕事したりのんびりしたり、体をいたわってね、残りの夏をね、まあ、それでもやっぱ思いっきり遊んだ方がいいと思います。またね、私とねちょっと感覚違うと思うんで、もうまだまだ全然遊んでない、ほとんどの人は全然遊んでないと思うんで、それだったらもうもっと遊んだ方がいいと思います。この短い時間でね、今まで散々遊んできた人はもうこれからは秋に向けて準備したらいいんじゃないかっていうだけの話であって、そんなね立秋っていうね、8月のね8日にね立秋が来るっていうのはなんかね不思議じゃないですか。こんなに暑いのにね、ここからね秋がね、もう秋を感じますよっていう、秋が立ち上がってくるっていうところにね風流をね感じますよね。ぜひね夏の終わり、まだまだねプール海、夏の終わり前にねプールや海、お盆の前までにねみんなでね楽しんでいきたいと思います。はい、明日はね新潟から、明日じゃないのかな、明後日なのかな、明後日はね新潟からお送りしますんで、お楽しみに。